どうもジャップです。今回はスプラトゥーンをプレイしていきたいと思います。ということでレギュラーマッチやっていきましょう。今回使っていく武器はバケットスラッシャーと必戦です。どっちもバケツのタイプの武器ですね。あのね、僕結構ね、普通の鉄砲よりもねバケツとかね筆大好きなんですよ。この気持ちわからんかな、なんか特殊な武器。とりあえず遊んでいきます。アロワナですね。美術館が良かったなまあ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 言うて射程えげつないし、2発ぐらい当てたら倒せたと思うんで、頑張っていきましょう。さあ塗るよ。必殺技をね、貯めたいと思ったからね、またメインギア3つ溜まるの早いのにしてまいりました。パブちゃんいません、ね、パブちゃん。ヒューかなこれは。パブロ。どうやろ、わかんないな。塗っとるな、塗っとるな。いいね、いいね。味方さんの塗り力ね、これもう彼は勝った。という適当なこと言いつつ、さあ塗っていきましょう。よいしょ。さあ溜まるよ。そうそう溜まるよ。溜まったところで敵さんドゥーンしていくからね。さあプレゼント。敵さんがあんまり攻めてきてませんね。珍しい珍しい。もう私は上からバケツしていきましょう。あ、トルネード飛んできました。あ、いるやんいるやん。これうま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 ちょっと危なかったですけどね。うまうまでございます。2発かけちゃえば倒せますからね。ルンバルンバがいってますよ、ルンバルンバが。さあさあ多角的な攻撃できますからね。これこう高低差を利用したね。高低差高すぎて耳キーになるわっていう技ができるんで、それをうまいことしていきたいところではありますが、さあどうだ、来てるかな。さすがに僕の射程には敵さんも勝ってへんと思うよ。ジェットスイーパーさんとかちょっと厳しいですけど、来てませんね。あ、これはもうなんか勝ちのムードビンビン出てません。これこれ何やったっけ、サブ。あ、クイックボムか、いいねいいね。あ、お、ナイス、孔明さん。諸葛孔明ちゃん、ナイス。さあこれはもうこういうね、こういう攻撃ね。さあ味方さん強っあ、チュナイパーちゃんナイスー、ありがとう。ルンバに当たったけどなんか死なんかったねあれ奇跡ですかね。あ、強い味方さん。さあ僕はもう悠々とバケツのねこの楽しさを皆さんに伝えていこうと頑張っていってわけですございますが、ジェットスイーパーがすごい打ってる。でもエイムしに行くはず、この距離やったら。あー、あぶね、あぶな、あぶな。あ、いるやんいるやんいるやん。あー、よしよし、一回帰って落ち着いて塗っていきましょう。さあ、あ、届くね、それ。ジェット鈴木かな、鈴木とかよう言ってますけどね、最近ハマってるんですよ鈴木さんね、鈴木さんとか佐藤さんとか田中さんとか、なんか名字多そうな感じの人を言うのが流行ってるだけです。関係ないです頑張っていきましょう。ジェットスイーパーすごい射程ですね、やっぱり。あ、待って、濡れてない、ここ濡れてん。でも上から濡れるんですよ、このバケツの射程を利用すればね。最高。あんまり敵さんとぶつからんでもいいような気がしますけど、あ、クイック鈴木飛んできてますね。まだ鈴木打てますけど、クイックも飛んできてます。さあ、さあ、はい、ほ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 い、さあ、帰ろうか。よいしょ、クイック、あ、落ちちゃったね。さあ、さあ、さあ、入っていいんじゃないでしょうか。敵さんの陣地に、ここに隠れて、トルネードプレゼント。はい、行こう。さあ、666、オーメンですやん、オーメン。悪魔の子ね、オーメンつけ麺、僕カノエイコーですって。さあしょうもないこと言ってますけど、あ、これはもうバケツのもんでしょう、これはバケツのもん。ちょっとエイムガチャガチャで危なかったですけど、さあ上から塗っていきましょう。雨時々インクですからね、今回は上からいっぱい折ってきてます。あ、ちょっと待って、結構塗られてますやん、塗られてるけど、ここカバリング、カバリング、しっかりカバリング、カバリング、カバリング。あ、負けんじゃないこれ、ちょっとやばいやばい、負けそう負けそう負けそう。あ、負けたどうせやったらね、勝つとこ見せたかったんですけど、これ思いっきり負けましたね。ほら、あらら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 、あらららら、ら負けましたの負けちゃいましたね。結構塗ったんちゃいますか、あんまり敵さんとぶつからん感じで。あ、3キル1ですね、840。あ、まあ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 頑張りましたね。最後あれかな、味方さん結構やられちゃったから最後押し込まれたかなみたいな感じですかね。じゃあ次は必戦でリベンジいきましょう、必戦で。さあ次のバトル行きましょう。はい、2戦目金目鯛美術館頑張っていきましょう。さあ行きますぜ、とりあえずね、もう走り回ろうと思ってます。ほんでいいところでバリア使ってあわよくば勝ちましょう。さあ行きましょう行きましょう、さっさ行きましょう。さっきのね、あのバケットスラッシャーちゃんよりもは射程がないんですけど、バケット振る速さがね異常じゃないんでね、まあ、それをうまいこと使ってきたよ。さあ行こう、人移動速度3つついてますからね。早いね、これは敵さんに塗る人がいますね。ちょっと危ないぞ、負けるかもしれん。その人を僕が頑張ってバリアで止めてあげたいが、止めれるかな。さあこういう、こういうことね、こういうこと、こういう時のバリアよ、これがバリア。さあさあこの辺にインクばらまいておきましょう、いっぱいばらまいちゃおう、ばらまいチャップ、はい、ばらまいチャップ。さあ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 走り回りますよ、もう止まってあきません。今回今回の僕はもう止まれへん止まれへん。お、あ、インクない、ショック、あ、インクない、ショック
インク内すごい悲惨な勝負になってる。さあ頑張れ、さくらさんがぴょんぴょんしてる。さくらさんがちびまる子ちゃんかいということになってますけれども、さあもう一回スピーディーに行きましょう。さああれですね、ポイズンボールが恐ろしいですね。僕もねポイズンボールこれ投げれるんですけどね、投げてたらねいつもねインク不足になってねやられちゃうからね基本投げないんですよねあのインク管理が下手くそなんでございます。だからあんま使わんようにして倒しますね。ナイス、あ味方さん強くない。じゃあ恒例の上からはインクバケツ注意報でエレクトリック化パレードしときますか。ナイス、あ飛んできてますよそこ、はい、ナイス。バケツじゃなくてバリア使った意味ねないですけども、まあ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 、一応ね、保険ですわ、保険。保険大事でしょ？ほい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 、上からチャップだよー。ん？倒してますね。味方さん、ゴリ強やん。これは。これはゴリ強ですな。えげつない強さだ。いや、いいよいいよいいよ。上からエレクトリックパレードしておきましょう。上から。上からチャップだよー。上からチャップだよー。これ、敵さんのお家は入れないんですかね。あ、やばいやばいやばい。これは恒例の負けるやつだ。これは帰りましょう。ゆっくり帰りましょう。ゆっくり帰りましょう。ゆっくりね。ゆっくり帰りましょう。はい。移動しておきますよ。呪われても動きます。それがチャップです。味方さん強すぎてやばいぞ。なんだこの圧倒的な試合。あ、入られとる。パブちゃんに。パブちゃんにバリアを使って倒しに行きましょうか。この辺いるでしょ。バリア押す準備はできてるよ。いないの？あれ、いないのかな？今せんな。平和ですな。平和平和。すごい動けてんちゃいますか。躍動感ある試合を見せれてるかもわからへん。ただ味方さんが強いっていうのは間違いないよね。ものすごい強いですもん。頭痛い、頭痛いよ。よいしょ、行こう。いややっぱ美術館面白いですわ。僕ねやっぱ広いステージ好きですね、こういう。あー押されてる。この辺ぬっと縫って縫って帰りましょうか。はい、行きましょう。上乗って、さあ竹がどんだけ届くか。あ、これ死ぬかもしれん。ほいほい、いいかな。ほいほい、あ逃げましたね。さあさあ当ててみな。さあ私の攻撃当ててみな。さあ、あいるぞいるぞ、そこにいるぞ。倒しますね。あ倒した。やっちゅうやっちゅう。はい、めちゃくちゃに喋って走り回ってた終わった試合でしたねあー楽しい、めっちゃ好きですね美術館。そして必戦は最高。やっぱり僕は逃げ回りたいんでね、広いステージが大好きですね。おー濡れますね。てか味方さん強いくせに敵さん一人抜けてるんですね。これは恐ろしい、やばいあー楽しかった。うん、今回もニコニコして終われました。一戦勝ててよかったですね。やっぱりねこの鉄砲じゃない武器、特殊な武器はやってて楽しいんでね、皆さんもこれでエンジョイしてみてください。ということで今回この辺で終わりにいたしましょう。皆さんご視聴ありがとうございました。ではバイバーイ。